どうもピアキングです。今日はいろんなコースやっていきます。コンプリートリーノントロールプラットフォーミング、完全な騙しコースではないコースっていうことですかね。で、説明文に勢いに任せて2時間で作ったリフト乗り継ぎアスレチックです、グリッチフリー参考ゴッドキング様って書いてるんですよ。まあこのリフト乗り継ぎトロールコース、以前ゴッドキングさんのコースを動画化したことあるんですけど、その方を参考にしたみたいですね。さらに作ってるのは私のライバルが一人、ユウトさんですよ。はっ、君がどんなコースを作ろうと簡単にクリアしてみせるぜ。もういいってそういうの。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.98%。 そういや最近台湾に行ってきて帰ってきたんだけど、めちゃめちゃ楽しかったね。全部話すと動画の尺1本分ぐらい使えそうなんで、強く印象に残ったやつだけ話していくわ。開幕ブロック。やっぱり台湾といったらパクチーですよ。いや、パクチー食べれるかなと思って挑戦してみたんだよね。匂いが強烈だったけど、でパクチーを食べてみた瞬間さ、って感じになったわ。だからマジでパクチーを食べれる人すごいなって思います。僕めちゃめちゃ愛づいたからね。それやめた。パクチーって一時前流行ったじゃん。その頃はインスタとかでもよく出てきてたんだよね、パクチー食べてますみたいな。あれ絶対写真撮った後その後詰めてんだろ。ただの変形。あとはまあバイクの多さかな。信号待ちの時バイクが30台ぐらいでさ、え、この人たち今マリオカートやってんの。そんくらいぐらいいたんだけど、10ゲーム落ちだから拾いに来いよ。僕さ、お茶の中で一番ウーロン茶が好きなんだけど、その台湾はウーロン茶の国でね、ウーロン茶自体がめちゃめちゃ美味しいの。これは美味しくねえや。マジで日本のものとは比べ物にならないくらい美味しかったね。ていうかこれどう行きゃいいの。あ、上に行けばいいのか。で、どんどん上に登ります。うわ、これ矢印左上って書いてるな。あっちに行けばよかったかな。まあ、こっちにいて。ダバダじゃねえんだよ。そんでさ、屋台に行ってきてエリンギ屋さんがあったんだけど、そこで面白い写真があったから見てくれる。これマジやってるよね。これ見た瞬間めっちゃ笑ってしまってさ、なんなのこのエリンギの画像。だー、これまだ間に合いませんわ。台湾の屋台ってたらエリンギ焼きを出すのが有名みたいなんですけど、でここの食べてみたんですよ。いや普通に美味しかったね。まあその、これはどうすればいいのかな。ギリギリいける。私を舐めるな、めちゃめちゃギリギリで集中しよう。何やってんだお前。そういや最近自分の動画を見返してる時に思ったんですよ。この動画下品だなって、ゲラ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 笑いながらやっててさ、だから今後はもうちょっと上品に行きたいですね。いないで。このコース始めてからずっと何も喋ってない。何の実況もしてない。ごめんね、ユウトさん。せっかくあなたのコースを久しぶりに遊ばせてもらってるんですけど。ユウト。まあこのチャンネルはゲーム絶叫&雑談チャンネルですからね、ゲーム実況なんてしてないようなもんですよ。台湾に行くっていうことからね、僕も台湾語それなりに勉強しました。だから今から台湾語で実況していきたいと思いますよ。ニーハオニーハオシェイ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 。バカ丸出し。もうちょっと恥ずかしく思えよ自分をさ。ごめん、オフはさせろよ。ハリヨッタってことは左に行った瞬間右に戻るでいいんだよな。そして上に行けません。そろそろガチでかっこよくヒーローになりたいんですよ。お前はバローだよ。みんなの衆、私が来たからにはもう安心だ。何も怖がることなんてない。なぜって、私が来たからさ。さあ今こそヴィランを倒すとき、一旦下に落とそうか、このヴィランを。お前は何者だ。え、何この砲台浮くんだけど。え、こんなことってある。初めて見たかもしんないな。さすが面白いコースを作ってくれるじゃねえか。じゃあこのまま下に行きの下に行きのゴール。私にゴールをくれ。え、右は、右はさすがに何もないよな。これは上に行けっていうことかな。まあ一旦このドアに入ってってみようか。ドアに入るとうるせえ。このバーが邪魔くせ。じゃあ上に行きます。上に行って、うわ、これ死に耐久なんじゃない。なんか音楽もそんなっぽいよね。ジャンプジャンプ C のこっからジャンプ。いや、むっちゃ。これめちゃめちゃむずいって。ちょっと集中していい。ジャンプからのここでなるべく右にジャンプ。いやー、ゴールがチラチラ見えながらの死に耐久は一番過酷だって。もう完全に舐められてるじゃん。俺を舐めるな。こんぐらいの死に耐久ちゃんちゃんとクリアしてみせるさ。落ちちゃう。でもね、なんとなくコツは分かったような気するんだよな。ここ、はい、ほら、実
リー耐久ベンチを食べれた。ここは一番右に行っちゃってよかったのかな。何を見てきたんだよ。リフトを降りてすぐ左に行く、そして落ちてここにゴール。やったいやすげえシンプルなコースだったけどめちゃめちゃ面白かったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ運転、説明文にスピランに入れてみたいな。やめてくれよ、こんな難しい要素スピランに入れたらみんなしないぜ。まあ僕はほとんどしないからあまり関係ないんですけどね。でサムネを見る感じブランコの上に針が設置されてあって床がないんだよね。だから針に当たらずブランコを渡っていけっていうコースですね。ただほとんど上に行けないんだよな。どうするんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.5%。 まあクレーンの勢いを使う以外に考えられないよね。そうしないと向こう側まで届きそうにないもんな。だから私考えてることがあるんですよ。まずこのクレーンは走って捕まる以外ない。その顔やめろ。そっかそっか、勢いつけたら当たっちゃうもんな針に。だから勢いをつけないぐらいで乗ってみる。これでいいんじゃない。でどうすんの。止まるのがダメなら勢い以外ないね。捕まった瞬間降りる。なら捕まれ。まず1個目乗るでしょ。で降りる、降りた瞬間にクルンしてみようか。来た、これは顔見つけたぞ。はいはい、あとはこれを連続でやっていくのが難しいのよ。タイミングが合えばスッと行き続けると思うんだよな。カチャン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 。ダイヤモンゴールは見えた、見えてろ。ちゃちゃっとクリアしたい。めちゃめちゃタイミングがシビアでさ、ちょっとずれるだけで全然進めんのよ。いや急に行けたらびっくりするね。まあこの規制をいきなり聞くみんなの方がびっくりすると思うんですけどね。いや面白いコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ。説明文に難易度星10って書いてるんですよ。難易度星10ってことはめちゃめちゃ難しいんだろうな。まあサムネを見る感じシーソーが縦に大量に置かれてあって、その上にバネを階段状に交差するように置いてるんですよ。でさらにそのバネの上にクリボーを置いてるみたいな。何これ何が起こるか全然わかんないけど、めっちゃ面白そうなコースだなと思って選びましたね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.09%。 うわ何が起こるんだろうなこのコース、想像もつかんくらい。まあクリボーが跳ねてくるっていうのはわかるんだけど、あのシーソーどうやって上に行くかだよな。まずこのクリボーが大量に降ってきてこの上に登っていけっていう感じですけど、クリボーがめちゃめちゃ邪魔なんですけど、このどんがりこんが。どっかに隙間があるはずだ、それを見極めろ。多分ね、下から3番目か4番目ぐらいのシーソーに乗って上に行くと思うんだけど、あと何秒、1秒、もう行くしかねえか。これさ、最速が3秒なんだけど、どうやって行ったんだろうね。いや最速なんてどうだっていい、しっかりと確実にクリアできるルートを考えろ。そうすると簡単にクリボーでやーじゃねえんだよ。時間が経つにつれてクリボーがいなくなるっていうのは分かるから、2、3秒ぐらいまで待ってみようか。そうするとこの隙間、どの隙間でももう分かったぜ、残り3秒ぐらいの時に上に行けるっていうことかな。であればこの辺よ。で右右、落ち着け、今の感じで行けば必ずゴールできるはずさ。で残り3秒ぐらいの時に右に行くんだけど、この時になるべくクリボー見ようか。俺をそんなコケにして楽しいか。もう攻略法は分かってんだ。こっから上上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 いやこれ見た目以上にかなり難しいコースでしたね。正直運ゲーかなって思いますけど、すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スプリングタワー。説明文にすごく跳ねます、嫌です、やめてください、僕バネコースやりまくってみんなからからかわれまくってバネキングとか言われてんのよ。そんな低俗な名前をつけられて僕が嬉しいと思っているのか。全然嬉しくないで嘘です。でサムネを見る感じこんな感じですね。もう説明するのがめんどくさい配置なのよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.34%。 まあ説明文にすごく跳ねますって書いてたから、跳ねまくってバネが邪魔してくるんだろうなきっと。まあいつもの感じですよ。さあ始まった。さあこのバネをどんどん登っていけっていう感じですけど、この間に行けばいいのかな。あー結構上行けんじゃん。上行ってもうゴールが見えたね。でも時間が足りませんよ。バネの間をこうやって拭っていけばいいんじゃない。多分そんな感じでいいと思うんだけど。バネ邪魔せんだって。足は足、なるべく左右に行かないようにすればいいんだ。あなかなかいい感じじゃない。でこのバネの上に乗っちゃって、乗っちゃって、乗っちゃって、どうするどうする、早く時間がねえんだ。なんだこのコースだ。
いつもねこういうコースをやってると何やってんだろうなって思いますよ。もうこういうのが一番何やってんだろうって思うんだよ。出せ出せ出せ。落ち着けってお前ら、お祭り気分になってんじゃないよ。そんなにはしゃぐなって、お祭り気分ならもうちょっと僕を崇めてくれよ。てっぺんで立てまつってくれよ。さあ祭りやもれよ。バスったポン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 っていけないのかな。ジャンプ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 、なかなかいい感じなんじゃない。で今のでちょうど上に行ければ落ち着け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 ろよ。ただ皆さん、上に行っても激ムズっていうことが分かりますか。あの上があるじゃん。あ、いい感じいい感じ、ここなんだよな。ここ慎重に行こうか。一個一個で、これまでを越えて今ゴールしたじゃんか。でもこういうの好き。ゴールポールのところに上下に動いてるバネがあるじゃん。そいつと奥側の動いてないバネがあるじゃん。その間にしっかりと入らなきゃ。いや、これいけるじゃん。しゃもうめちゃくちゃじゃんこのコース。でもこういうのもっと欲しいかも。楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。鍵を取ってはいけない 1-2 ドントゲットキー 1-2 説明文に鍵を取ってはいけない 1-2 バージョンです。結構難しいです。草野人さんやドクターショウキさんはクリアできるかなって書いてるんですよ。いや、ごめんね、僕なんかがしちゃって。僕なんかにされたくないですよね。僕なんてただうるさいだけの人間ですから。制作者さんもそれを望んでないと思うんですよ。僕なんてもうマリメやめればいいんだ。情緒不安定か。でこのコースは2人に送られたコースなのかな。まあそれをやらせていただくわけなんですけど、鍵を取っちゃいけない1-2。1-1とかは以前やらせてもらったことがあるんだけど、1-2は初めてやるんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.33%。 なかなか難しそうなクリア率だね。そもそも1-1より1-2とかの方がコース自体も難しいもんな。で鍵とは別に気になっちゃうこともあって、敵とかも倒したらいけないとかそんなこともあるかもしんないもんな。それだったらめちゃめちゃ厳しくない。まあ一旦このクリボを倒してみる。鍵を手に入れれるかどうかさ。いや違うんだって、僕はもうこのコースをやる資格すらないかもしんない。こんなクリボを倒せないなんてさ。じゃあ倒してみようか。やっぱり手に入れてしまうよな。ってことはハテナブロックもダメじゃねえか。ならハテナブロックも叩かず、敵も倒さず、そして普通のブロックも叩いたらいけないっていうコースなんじゃないかな。いやそれだったらさ、めちゃめちゃむずくないと思ったけど、意外と簡単にいけちゃうんですね。ここも黒のインパからのこのノコノコは越えていこうか。ノコノコは一回踏んではいいんだよな。であのクリボをどうやって越えるか。いやクリボ多くね。いやクリボについていけばいいのか。でノコノコにもついていく。ノコノコはちょっと早いな。こいつ、いやここはジャンプしたらダメだよな。でノコノコの右を渡っていって、ここも上からくるくるジャンプでいこうか。で、あ、このブロック叩いてもいいんだ。それが分かればもうこちらもんや。この50回もあっちゃっていこうか。いやここちょっと難しくない。一旦クリボを左までおびき寄せておいて、あ、3体いんのね。じゃあこっから、あー、お前落ちれよ。いやいつも初代スキンばっかりやってるからさ、クリボーはすぐ落ちるもんだと思い込んでた。これ近づいたらクリボーちょっと止まるんだね。じゃあここは幅止めでいっちゃう。でこのまま右ラッシュして、ここはパックン出てくるとかい。でこのパックンもさ、絶対踏んだらいけないと思うんだよね。だからくるくるジャンプ、いいよ。でここはもう一気にいっちゃうか。欲張んな。いやしかしこの難易度と全然見合ってない音楽だね。じゃあここは壁キックしていく。これむずくない。ダッシュジャンプで上の鍵は届かなそうだね。でも右のクリボーが邪魔だから一旦落としておいて、ここからジャン。むずい。あそこで、あ、ここでもう終わりっていう感じか。一旦入ったらどうなるか見ておこうか。落ちるだけみたいな。ですよねね。何やってんのクリボー、ノコノコ困ってんじゃん。ここが難しいんだよな。ダッシュジャンプしたら上の鍵に当たっちゃうから、ちょっとジャンプ調整をしなくちゃいけない。でこの先はもうそんなに難しくないでしょ。で雲の上に乗っちゃっていい。乗っちゃっていいね。うわ、どっちの雲に乗ろう。上の雲に乗りの、こっから右に歩いていって、ここでドカン。もうゴールやるでねえの。頼む、ゴールだって。何も来んなよ。いや、これはそんなに難しくないぞ。一旦ここに行くでしょ。で、うわ、くるくるジャンプで行こうか。いや、もう変が心配いらないから。取れなきゃとか、いらないから。あー、これ結構難しいね。いやしかし程よく難しいように作られたいいコースだったね。すげー楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。